ンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。久しぶり、久しぶりです。グーファンタジーラジオはいつ以来だ。やたらと久々だよね。多分 2ヶ月も空いてないか、1ヶ月半は空いてると思いますね。まずとりあえず久しぶりということでね、まあちょっと久々にね、こう喋りたいネタがね、まあできたということで、まあタイトルにもあるんですけども、ナプキンをした男ということでナプキンをした男、まあその男は誰だ、もうマノッチだ、マノッチナプキンしちゃったよという話なんですけどもね、まああんまちょっとね、まあ、こう暗く受け止めてほしくないっていうのと、こう汚い話として受け止めてほしくないっていうのはこうちょっと前置きとしてね、置いておきたい。うん、まあとりあえず汚いかどうかはちょっと汚いと思われそうだな、そこは怖いけど、とりあえず暗い話として受け止めないでほしい。あのね、まあ、慢性脳症という病気でね、でまあ先週からちょっと病院に通ってて、今ちょっとクソ真面目に病院通ってまして、で1週間経って また今日行ってきたのでね、まあちょっと股のね、あの間、金玉の裏の方からね、ちょっと血が出てしまってて、でまあそこってなかなかこうガーゼとかも貼りづらいんだよな。でどうするべきかなと、あそうだと、あ思いついちゃった、マノチと思いついちゃったの、ナプキンナプキン、ナプキン思いついちゃったのさ。でね、母親にナプキンあるかいとナプキンあるかいと、あるよと、くださいとくださいと。でこれどうやってつけるんだと、つけ方が分かんないんだよな、まずな。でパンツになんとかこう装着して、でやっぱね、こう異物感がすごいっていうのと、あとねちょっと病院で言われたのが、こうゆとりを持った服を着てくださいということを言われてて、でまあ俺好んでボクサーパンツ履くんだけども、まあゆとりがないじゃない、だからあのちょっとガバッとね、デカめのトランクスを履いてて、でまあそこにね、そのパンツにナプキンを装着するわけさ、その股のところにガシュッとね、装着するんだけども、やっぱね、慣れてないせいかね、異物感が とりあえずすごいの。最初はもう違和感、異物感、もう鬱陶しいこと、この上ない、正直で。あとね、なんだ、その女性のパンツってこう体にピタッと入るじゃん、だからナプキンもちゃんと役割を果たしてくれるんだけども、俺ね、そのゆとりのあるデカめのトランクスだと離れるんだよな、ナプキンとその傷口が離れちゃうんだよ。けどなんとかして、そのね、こう、まあ、うまいことなんとか装着しよう、ナプキンを生かそうって頑張るわけで、まあ、頑張って、でね、あのちょっとごめん、ここから聞かない話になるかもしれないけど、ちょっと覗いてみたの、ナプキンどうなってるかなって気になるでしょ。そりゃね、それ血がついてたの。その時俺どう思ったと思う？嬉しかったのバカみたいだけど嬉しかったの。血ついてると思って、俺ね、母親に見せたもん。お母さん、血ついたよって嬉しかったのよ。これ分かる、不思議とね、嬉しかったんだよ。そしてお母さんがね、言ってくれたの、また買ってきてあげるってまたナプキン買ってきてあげるよと。いやー、お母さんもね、息子のためにナプキンを買うとは思ってなかっただろうね。ね？ごめんね。お前何話してんだと。いうことで、こっちはね、闘病生活する上で何かいい術はないかというところで見つけたのがナプキンだったんだけども、あのね、なかなかいないと思うんだ。その、性癖とは関係なしに、本当にリアルに、真剣に、ナプキンを必要とする男っていないと思うんだよね。俺は必要とした男なの。その男、必要とした男がナプキンに血をつけた時、ちょっとテンションが上がる。これマジだからみんな出ないだろな、玉の裏からな、傷ができてな、そこから血なんて出ないだろ。だからなかなか分かんないと思うんだけども、傷できてみ、ナプキン必要とするから、でナプキン血ついたらなぜか喜んじゃうからっていう話でした。終わり、バイバイ。